今日の予算は、まあ、少し10時半になってしまったんですけれども、まあいいかな、これで、まあ、5万6000再生ですから、5万5000ということにしましょうかね、7500円ということになります。あ、昨日の予算も見ておきます。ルールある以上は証拠を出しておかないとね、昨日は4万9000再生でしたので6万9000円でした、あ、失礼、6900円でした。一昨日は6万9000再生でしたので8900円でした。ここは神奈川県横浜市桜木町、本日は秋晴れ、9月の26日、いい天気、秋とは素晴らしい季節です。この後ろからみなとみらい21地区になります。みなとみらい地区、赤レンガ走行方向へまっすぐ斜めに結んでくれるのがこの汽車道です。汽車の道、見るとこのように鉄道用の橋などもあります。もともとアメリカから輸入した大変古いもの、かつて明治時代にはここで外貨獲得のための日本の数少ない輸出品、生糸、絹糸、それを輸出するための鉄道運搬ルートとして使われておりました。日本という国を外国に追いつかせるためには外国から優れた技術を導入するしかないのですが、しかしその導入をするためのお金をじゃあどこから手に入れるか、日本のお金をどんどん使って外国から物を買っていくとお金なくなっちゃいます。貿易赤字ということになりますので、日本から輸出できるものは唯一と言っていいのが生糸だったわけです。この道は明治期日本の命をつないだ道でした。この旅では北九州市八幡製鉄所の紹介もしました。あそこが創業したのが1901年、しかしその時にはまだほとんど鉄をまともに作ることはできませんでした。1907年の時、まだアメリカから鉄を輸入しなければやっていけなかった、日本がまだまだだったのだということがよくわかります。横浜は遊ぶものにはこと書きません。ちょうど今あそこに変なものが来ました。この辺りの名物、頭おかしいんじゃないか、あれは水陸両用バスというやつです。ナンバープレートを前につけてそのまま湖にダイブをするというもの。ここでは海にダイブをします。ちょうど見ることができてよかったな。私も実はあれが海に入るの初めて見たんですけど、思ったよりなんかすごい光景ですね。あれはなんかちょっと傾いてるようですけどね、頑張って後ろから水を吐き出し進んでるようです。まあスクリューでしょうか。前方にありますのが赤レンガ倉庫です。横浜の、まあ、観光のシンボルにもなっていると思いますが、前はねこの辺は全部倉庫街でその中に鉄道が通ってたりとか、まあ全く一般人お断りみたいな雰囲気のエリアだったらしいんですけれども、現在ではこのように観光開発もされまして、周りはすべて公園になっています。だいたいいつもね写真を撮ろうとするとそこではイベントやってますんで、いい写真が撮れることは少ないんですが、まあ、ここからこう見るだけでも立派なもんです。中はねお土産屋さんとかになっていて、まあ、私みたいな人間の興味を引くものではありません。もうだいぶ桜木町の駅からは離れてきたんですが、ここにもねまだこう足元に線路が敷いてあって、もちろん今はここに列車が通ることはありませんが、昔ここまで鉄道で物を運んできたのだということが分かるようになっています。明治時代はトラック輸送とかありませんでしたからね。あ、なんかこれは知らなかったけど、昔ここにあった赤レンガ倉庫のなんかその別のもあったんですかね、廃墟みたいなもの残ってる。これはこう写真撮るのにもなかなか入る、面白いですね。今の高層ビルと手前に朽ちた明治の館。あ、昔の横浜港駅、横浜駅からちょっと離れたところにね、あの国際線のフェリーとかに乗り換えるための横浜港駅っていうのがあったんですが、まあ、その国際航路のプラットフォームがここにちょっと復元、まあ、当時のものを多く使っているようですけれども、あ、これ面白いね。あのこの間敦賀で敦賀港駅を紹介しましたが、まあ、それと同じようなノリです。現在はもちろん使われていません。でこれまでまあ比較的ベタなお金のかからない横浜観光をしていたんですが、今日の目的地はここでした。私も行ったことはなかったんですが、海上保安資料館、海上保安庁の資料館です。海上保安庁と海上自衛隊の違いは私はよく分からなかったんで、ちょうど今調べたんですが、自衛隊は外国からの攻撃に対して備えるもの、海上保安庁はどちらかといえば国内のことをいろいろ取り扱う、まあ、警察とかそういったもので、どちらも武器などを船に積んで一応そういう仕事をするという場合もあるようです。なお奥に見えているあれはちょっとこの辺りでついでにご紹介しておきますが、横浜ベイブリッジ、もともと横浜よりも西部から京浜工業地帯まで荷物を運ぶ大型トラックなどが通りやすいようにと作られました。だから通っている車も大体そういうものが多いのですが、あれがない頃は渋滞がかなり激しかったそうで、できて京浜工業地帯への物流も相当円滑化されたそうです。こちらは横浜港大桟橋、昔からの歴史ある桟橋で、
ここにこんな大型の船乗り場つけるようなボーディングブリッジも用意されていますが、今日は何もいないようですけれど、アスカ2など大型客船がここに着くとき、あそこを利用するようです。というか私も前に使ったとき、アスカ2の動画出しましたんで、よければご覧ください。でこの北朝鮮の工作船何かってことなんですけど、2000年代の前半ぐらいに日本の近くでうようよしていたので、海上保安庁の船がこれを捕まえようとしたところ、確かね向こうから発砲してきたんですよね。それで正当防衛射撃ということで確か、銃撃をしたんじゃなかったかな、もしくはこちらが指示に従わないので、従わないなら発砲するぞと言って本当に撃ち合いになってしまったということなんですけども、最終的に向こうは逃げ切ることができず自爆をしたそうです。でこの船の正体はこんな感じ、スパイを送り込むためのスパイシップという言い方もあるそうですが、工作船というのは、工作員を送り込むための船、これ銃撃の時の後だそうですね。それからこれ向こうの船からもですね、ロケットランジャーとかそういう、かなり強い武器がたくさん積み込まれていたらしいんですが、こういったもので、海上保安庁の方にも発砲がなされました。また今映っていたのは、もともとこの船を日本の船と見せかけるため宮崎の船と偽装しようとしていたようですけど、そのための、浮き輪とかそういう装飾だそうです。それから船の後ろの部分から、このようなゴムボートみたいなものをこう発射してですね、それで最終的に日本の海岸に秘密裏に乗り込んで、さらにスパイを送り込むということをしようとしていたようなんですけども、そんな風な構造までね、すっかり、明らかになったのでした。この船も多分最後沈むときに、ね、日本に捕まってその構造だけはバレたくはないと思ったんでしょうけれど、海上自衛隊とし、海上保安庁としてもですね、こんなものを海の底に置いとくわけにはいかない、引き上げてちゃんと調査をするべきと考えたんでしょうね。引き上げて現在はこの横浜に保存展示をされているということです。最後なんか海に沈むときはね、祖国に万歳みたいなことを無線で打って、それで沈んだそうですよ。海上保安庁の船に撃たれて、浸水をし始めたんですかね、桃引きと思われるものが詰められているとか、そんなふうにも書いてあります。後ろのこの扉がガバーッと開く、この構造も随分立派な作りをしているわけですね。武器もたくさん積んでいるし、そんなに大きな船ではなくて、漁船に見せかけているということなんですが、エンジンのパワーは凄まじく、また船の下の部分は、随分尖っていて、見かけよりもかなり速く走ることができたそうです。高性能の船で、50キロぐらい、この間津で乗ったね、高速船ぐらいの性能はあったようですね。船の中には缶詰が積み込まれていて、またキム・イルソンのバッジ、金日成バッジなんて言いますけど、それがついて残されていたんだそうですよ。いろいろ遺留品も見つかっています。横浜、お出口は右側です。本当はね、横浜から出た瞬間にもうお弁当を列車の中で広げようと思ったんです。で、この列車だったらばお弁当とか広げられる雰囲気かなと思って、それでね、この2100系という横向き座席の車両を狙ったんですが、結構混んでましたね。今着きましたのは神奈川県の南部、久里浜です。海外行きでございます。途中お降りの方はブザーでお知らせください。走行中は揺れますので、釣り革、手すりにおつかまりください。私も乗るのは初めてなんですけども、この久里浜からは東京湾フェリーにて東京湾を横断します。今回の行程について未だお伝えしておりませんでしたので、今からお伝えします。まず横浜を出発して、南西の久里浜、その久里浜から東京湾フェリーにて国道16号線の海上区間を渡り、東京湾の反対側、千葉県に行きます。つまり東京都を通らずに神奈川県から、そのまま直接千葉県に渡ってしまうというわけです。その後千葉県の浜金谷、のこぎり山周辺などを見物した後に東京方面に戻る予定です。その戻るルートについては現時点ではまだ決まっていませんが、おそらくこの地図上では皆さんにお知らせできているはずです。本日もよろしくお願いいたします。なお時刻はもう随分日が昇って、むしろ西に傾き始めておりまして、ただいまの時刻は13時50分、船は時刻通り出発したようです。本当かな、時刻通りかな、遅れてんじゃない、遅れてない、時間通りでした。
この東京湾フェリーはかつて神奈川県から千葉県内房と呼ばれる館山浜金谷その辺りの地域までを結ぶ最も短いルートとしてよく使われていました。自動車の輸送もすることができます。もちろんフェリーですからね。フェリーってのはあの自動車を詰める船っていう意味なんですけども、この久里浜から千葉県の浜金谷までおよそ45分の船旅です。この久里浜は太平の眠りを覚ます蒸気船、要するに黒船が浦賀に来航したとき、ちょっと浦賀にそのまんま上陸されると困るんですよね。浦賀奉行所からすみません、ちょっとお隣の久里浜まで移動してください。そして初めて、アメリカ合衆国のペリー率いるアメリカ艦隊が、到着をしたその地となっております。それを記念して見えるかな、さっきねバスの車内から見つけたんですけども、これだ、あーすごい、北米合衆国、水死なんとか提督なんとか上陸記念碑と書いてあります。まあこんな感じですね。あのここがペリーの上陸した地ですよとなってるわけですが、あのさっき調べてみたらね、沖縄の時にもお話をしましたが、いよいよ最終決戦、太平洋戦争の最終決戦、本土決戦をやるぞという時に、アメリカイギリス連合軍が上陸をする予定地としても、ここの久里浜は考えられていたそうです。まあ他にもね、千葉県東部の九十九里浜など候補地はたくさんあったんですが、近いですね。向こう側に見えておりますのがもう千葉県房総半島。このまま南房総の方まで行けてしまうんですから本当に便利です。またこちら横須賀は今ここから見ると分かりませんけれども、この久里浜港のあります神奈川県横須賀市は皆さんもご存知の通り海上自衛隊の基地として有名で、日本の近代それが始まった時からずっと海軍の港として開かれていました。この浦賀水道と呼ばれております千葉県と神奈川県の間、東京湾の入り口、この辺りの海は私たちが今乗っている、これは東京湾フェリーの船がこのように行き交うような場所でもあり、それから東京港、横浜港などへ、来航する、大型の貨物船、そしてタンカー、それからフェリー旅客船など、そういったものが行き交うところでもあり、また反対側には海上自衛隊の護衛艦などが時折姿を見せ、大型のクルーズ豪華客船などもやってくるし、町の漁船なども見られます。本当にいろんな船が通りますので、船見物にも面白いところです。で昼ご飯のまず一つはこれです。横浜の名物シューマイ弁当。もともと横浜のご紹介しておりませんでしたが、元町に中華街がありまして、そこで中国人より伝わってきたシューマイ、それがまた名物になっています。国産の豚肉、オホーツク海で取れたホタテの干も、そういったものを使ったかなり質の高いシューマイですが、この数で620円は相当お買い得だと思います。私もよく大学に行くときとかね、お腹減ってるとき食べますよ。それからこれはお醤油差しで、まあ、開けると醤油が出てくるわけですけど、こうそれぞれに、ね、絵柄が違う独特なもの、まあ、可愛いんですがずっと持ち続けるわけにもいかないで捨てるんですけどね、それもちょっと心苦しくなるのが毎度のお決まりです。また今日は宿泊費がかかりませんので、その分さらに食べ物を買うこともできます。船の中で温めてもらいました海軍カレーパン、もう着くみたいですけどね。旧海軍においては病死をする人の原因の多くがビタミンの欠乏による脚気だそうでして、陸軍ではその脚気は起こらなかった、なんかね、あの麦を混ぜた食事を食べていたことが理由だったらしいんですけれども、ともかくその栄養状態を改善するために海軍でカレーライス、それを食べるということが始められたんだそうです。それから現在横須賀の名物として海軍カレーが知られています。奥からやってくる船は東海汽船の高速ジェット船、大島行きのセブンアイランドです。最高時速80キロで海の上を飛んでいく船、この間対馬に行くときも特急船のご紹介をしました。それと同じタイプのものです。この浦賀水道では船はすべて速度制限を受けるのですが、あの高速ジェット船のみその例外となっています。到着しました。千葉県この浜金谷、南房総はこの間の台風16号でしたっけ、あの台風で大きな被害を受けた場所です。そのようなわけで自衛官さんたちが、陸上自衛隊の車だな、練馬って書いてある、いろんなところから来られているようですよ。災害派遣と書いた自衛隊車両が次々派遣されていくのが見えます。どんどん来てる、相当な数ですよこれは。
アヒル、羊、アルパカなどいろいろいるというね、このマザー牧場にも前から行ってみたかったんですが、あ、これもしかして台風で吹き飛んだのかな、この部分は、まあ、分かりませんが、今回行きますのはこの浜金谷からすぐ近くにあるノコギリ山です。見るとこのように分かりますかね、ノコギリのような形をしてこうギザ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 と山がこう垂直にあのアフリカの国境みたいになってますが、ここにはもともとですね、あの良質な石がたくさんありまして、この石を使って石材にしていたということで、昔からあの石切り場でそんな風にしてね、あの使ってたからあんな風に なったってことなんですけども、あのこの上にロープウェイで今から登るお手軽な登山です。県の台風は確かに随分ひどいものだったんですね。このセブンイレブンですが、上にもブルーシートがかぶせてあって何かこう被害が出たんでしょう。それからセブンイレブンの7の看板が取れてしまっています。酒、タバコ、銀行、ATM、この上にね、セブンイレブンのマーク普通ついてるじゃないですか。あのお家なども屋根がすっかり吹き飛んでしまっていまして、入り口のブロック塀が風で飛ぶっていうのはどれぐらいの強さなんでしょうか。で、今ノコギリ山ロープウェイの乗り場に向かっているところなんですけど、またね、変な船が来ました。あれ多分私の見間違いでなければ南極観測船なんじゃないかな、5003って書いてありますけどね、確かそうだったと思う。南極まで行く船です。今南極から帰還してきたのかどうかはちょっと分かりませんが、まあ、多分なんか訓練で東京湾行き来するんでしょうね。たまに東京湾の船に乗ってると見ることがあります。調べてみると南極観測船しらせという船だそうでした。私も東海汽船の船に乗ってる時に3回ぐらい目撃したことがあります。海上自衛隊横須賀基地所属の船で、本日は多分訓練のためだと思うんですけどね、南極から帰ってきたのかな。見ている窓から顔に当てカメラや携帯電話は出さないようお願いします。お願いいたします。気柱の高さは18メートルでございます。結構早いすごいな、すごいじゃん。今日こっち見てよ、宿泊所か。あ、そうか、そうか、そうか、おかしいな、登り切りました。景色のご案内をします。目の前にあるのが三浦半島、あの辺が三浦半島の先端、岬、なんて言うんでしたっけ、岬口のあるところだと思いますが、すぐ手前に広がっている町並みが浜金谷で、まあ、随分小さいところですけどね、しかし港町としてにぎわいます。さっき着いた東京湾フェリー折り返しが今ちょうど出るところ、南極観測船のしらせは随分遠くまで離れました。あの辺で今あれ、そうですよね、でも横須賀に行くって感じじゃないな、横須賀はねあっちじゃないんですけど、横須賀以外の別の方向へ向かっているようです。また今この画面にはぼんやりとですが水平線の上に伊豆大島が横たわっているんですけれど、ちょっと見づらいかな、今の時期はどうしてもそういったものは見にくくなります。この山頂駅に猫が結構おりまして、続々とこう寄ってくるんですよ。さっきはね離れたところにいたんですけど、3匹みんなまとまった動きをするようです。こっち来るとみんなこっち寄ってくるんじゃない、ほら、はい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 、みんな申し合わせたように同じ動きをします。まだ若い猫みたいですね。手を出すとねこう寄ってくるんですよ、かわいい。みんな寄ってきます。餌とかがないからね何もできないんですけど、まあ触っても大丈夫かな。よしよしよし、ご飯がないのが申し訳ないのでそろそろ去ろうと思います。山頂まではこのようななかなか険しい階段をずっと登り続ける必要があります。ロープウェイ登ったところからもう少し歩くみたいなんですよね、みたいって歩いてます。で、着きました。ここが有名なノコギリ山の地獄のぞきと呼ばれるところ、これがノコギリみたいな形をしてますけども、昔からこういうのがあったわけではなく、なんかねネタでこれを掘り抜いたという話らしいんですが、もともとここは採石場でした。ここにたくさんあった大岩、それをくり抜いてくり抜いてこのような形になったようです。地獄のぞきの景観は素晴らしいですが、下を見下ろしてみればこの間の台風によって木がめちゃめちゃになった様子がはっきりと見られます。下から涼しい風が吹き上げてきます。この地獄のぞきの下は覗くわけですけども、ああなかなかの断崖、まあ、東尋坊よりはこっちの方が高そうですね。こんな頑丈な柵があるんでそんなに怖いとは思いませんが、下にもよく見ると人がいっぱいいるようですけれど、あそこに敷いてある石畳っていうのかな、まあ、この石をまあ道路のようにしてここから切り出した石、重いものを下へ運び下ろしていたんだそうです。なんでも女性が多く活躍したとかでね、そんな重い石を運んで女の人がよく頑張るなと思いますが、それをそこの浜金谷の港から積み出して反対側横須賀市、それから今日の出発点横浜市などの道路工事にも数多く使ったそうです。
ここはお寺の境内ということになっており、拝観料として600円がかかります。またロープウェイは往復で980円。まあまあのお金がかかりますけどね。千葉県を代表する面白い景色です。すごい、こんな山の中に高速道路を貫いてすごい景色ですけど、千葉って結構こうやって見ると山の奥地はまだまだ未開の地なんですね。もう大きな岩肌に横に筋が入っていますが、もともと石があってそれを切り出していった時の跡というわけです。で、今度その石が切り出された空間にも来ることができました。この下は多分観光用ではなく、昭和57年頃までここでは石の切り出しをやっていたそうなので、その名残なのではないかと思うんですが、これすごいですよね。こう壁にもこういうふうにね、あの石のところに根が張ってて木が生えてるのもまた大したもんだと思いますが、さっきの例の地獄のぞき、はい、こんな場所があったか日本にも。この場所はもっと本当は数多くの見どころがあって、それなりに見学に時間を要するところなんですが、今回はね、台風の影響でなかなか立ち入りのできないというところが多いので、これぐらいの見学でまた去ることにします。また何か次の機会があったらね、本当はお寺なんでお寺らしいスポットたくさんありますから、これがあの全体の地図なわけで、おっとなんですけども。私前にこれ歩いて途中まで行ったことありますけど、歩いていくとその途中でここでこうこのようにやってきましたみたいな跡がね残ってたりして、それそれ面白いんで、まあ詳しくあの日本一長い切符の旅でご覧いただくのがいいかと思います。あとですね、海の彼方にここから見てもちょっと分かりにくいんですけれども、あの赤い船の後ろ側に人工的な島みたいなのがあるのがお分かりいただけると思います。あれを左にずっと行くと横須賀なんですが、この辺りに第一海堡、第二海堡というあの2つの、 あの海の上に作られた、まあ、砦みたいなものがありまして、外国からの戦争に備えて、もしも攻撃をされた時はあそこに砲台などを築き迎撃をするという目的で作られた明治時代の土地だそうです。現在あのそういう目的で特に使われているわけではないんですが、あまりにも頑丈で壊すこともできないのであのまま残っているとのことでした。随分夕方になってさっきより船も増えたように見えます。伊豆諸島からの船もまた来ましたけども、他の船と比べてね、明らかにテンションが高く水をバシャバシャとやっていて、スピードも桁違いなのは分かります。東京湾フェリーとセットで巡ることが多いというこのノコギリ山、私も初めての探訪でしたが、まあ、ちょっとね体力は使いましたし、足場が怖いところも実はあったんですけれども、まあ、基本的にはお手軽観光になりました。最後にこちら、あのロープウェイはですね、鉄道の仲間ということになっておりまして、これも昔からよく使われているタイプの鉄道の乗車券、固い切符硬券と言います。このロープウェイではね、こういうのまだ使っているようなんですけども、あの行きの時の行きの分は使いましたというハサミを入れて、帰りの分また帰りの分は使いましたと、こう行きとあの帰りでね、駅が違う場合にはこうハサミのこの形を変えることによって不正乗車防止の意味もあるわけです。また往復乗車券の時は本来であればこれを真ん中のこれ切り込みが入ってるんですけども、ここでこう切り取ってですね、ちぎりながら使うんですが、ここではこの昔からの懐かしいタイプの切符をもう持ち帰れるようにと、で原則通りのちぎって、お客さんから回収するというやり方はもはややっていないようです。またよく見ていただければ発売日とも2日間有効と書いてあります。のこぎり山の山上に別に宿泊施設などないのですが、しかし鉄道各線のまあ一般的な原則なんですけれども、往復乗車券の有効日数は片道乗車券の2倍の日数とすることになっておりますので、片道乗車券は当然1日間有効ですから、往復乗車券とすればこれが2日間有効となるわけです。2日間有効だからってね、ここの往復券買った人があの多分誰一人としてあの2日かけてこの往復乗車券を使い切ることはないと思うんですけれども、まあ、あの珍しくあのロープウェイも鉄道の一つで同じようなルールが適用されているんだよというご紹介でした。ここにね、のこぎり山山麓駅発行と、これもまたあの国鉄 JR が切符を発行するのと同じように発行駅の名前が書いてあります。今日はないんでね行きませんけども、面白い看板もありました。石の町の石窯ピザ屋、この動画を見ていただいた方には看板の意味もわかるというものです。
これから先東京方面に戻ります。内房線、京葉線などを使って千葉県を北上するかと考えていましたが、結局考えを改めました。まず10分ほど内房線の普通列車に乗って上総湊駅を目指します。ちょうどこの辺り富津市の海の景色がよく見えます。今日は天候はまあそんなにいい方ではありません。もうちょっとね、夕日がよく見えるかなと思ったんですが、もう雲の彼方に沈んでしまいましたけれど、でも素晴らしく赤く染まっています。そしてすぐに降りました上総湊駅。なお、ここで走っているこの列車、昔は京浜東北線、東京周辺で走り回っていたもので、現在千葉で第二の人生を歩んでいます。この上総湊からバスに乗り換えます。バスの乗り換えの場所を駅前なのかなと思ったら、地元の親切なおじさんが、あ、これはね、もうちょっとまっすぐ行ったところから出んだよ、教えてくれまして大変助かりました。バスとの乗り換え時間も、まあ、10分ぐらいだったかな。すぐにやってきました。房総菜の花号 JR バス関東の便です。東京までは2000円ということですが、これね、内房線の普通の列車で行くのと値段が変わらないか、むしろ安いぐらいです。高速道路に乗って忙しく走り回っている車などを見ます。これから先、立山自動車道、東京湾アクアライン連絡道、東京湾アクアライン首都高速道路と、まあ、この辺りがね、非常に複雑なあの高速道路の構造をしてますんで、こんな風ないろんな道路を通るんですけれども、まあ、要するに東京湾アクアラインを通るわけです。先ほど横須賀市から浜金谷富津市まで船で移動しました。そして今度木更津から川崎まで高速道路海底を通るトンネルで、これを東京湾アクアラインと呼ぶわけですが、東京方面に戻ります。あちらには東京の夜景が見えます。虹色、なんか赤とか緑とかある、あれが新宿の、この間もご紹介しましたエセエンパイアステートビル、ドコモタワー。こちらど真ん中は東京タワーとその周辺、丸の内などがこの辺りでしょうか。そしてさらに画面を右の方へぐっと回ると、そろそろ多分見えてくるんじゃないかな、東京スカイツリーはもっと右かな、ありました。下町ですからね、周りに高いビルなどはほとんどありません。この辺は東京湾アクアラインの中でもまだ地下区間ではなく、東京湾の真ん中方面を目指すための、まあ、東京湾の中にかかる長い橋みたいなものなんですが、これから先海ほたるパーキングエリアを過ぎるとバスは海底トンネルに入ります。そして抜けたこちらが浮島ジャンクションといったと思います。神奈川県川崎市、川崎もまた工業地帯が非常にたくさんあり、バスの中から工場がキラキラ光る風景も見ることができたんですが、残念ながらちょっとね、座席とかの他の周りのお客さんとかもおられましたんで、あんまりよく映すことはできませんでした。ともかくこの東京湾アクアラインができたことによって、 JR 東日本内房線、また東京湾フェリー、それぞれかなり大きな打撃を受けまして、ほとんどの利用者は高速バスや自家用車に移ってしまったわけです。結局東京を通るのに、一旦東京から千葉の南房総のあたりへ行くのに、一旦神奈川県の川崎市を通って高速道路を通って東京湾を横断した方が、まあ、手っ取り早いということになってしまうんですね。そして時間も短い、距離も短いですから、運賃も安くなるわけです。今ですね、一旦多分高速道路を多分降りたんだと思うんですよね。これはあの東京国際空港、羽田空港の国際線ターミナルの近くですが、日本航空の飛行機がいっぱい並んでますけれど、この辺りの空港とか、それから海ほたるとか、途中バスが止まるのであればそこで降りて、その見学なども面白いと思ったんですが、先ほどのなんと上総湊から東京駅の前まで、このバスは直行で結んでしまいます。結構ね、南房総方面までバスの便は充実していますんで、いろんなところで降りるのがあるんですけど、直行便とはすごいもんです。バスはもう東京湾アクアラインを抜け、今首都高速道路、多分羽田線だと思うんですけどね、彼方にレインボーブリッジ、そしてその手前には東海道新幹線こだま号として出発していく、今これは回送列車ですが、東海道新幹線の、ね、車両基地ってすごいあの景色の綺麗なところにあるんですけども、この区間で走る新幹線に乗ってみたいなと思うんですが、残念ながらあの回送列車しか通らないんでね、普通の人は乗ることができません。これは多分羽田線からもうそろそろ都心環状線に入るんじゃないかな、私あんまよくわかんないんですけど、だんだん東京の中心部にバスが入ってきて、やっぱり、ね、東京の大都会ぶりを味わうには、一つの方法は山手線、そしてもう一つは首都高速道路に乗ることです。東京の狭い道、狭い場所の中にですね、複雑に上下に入り組んだ高速道路を巡らせて、東京オリンピックが始まるまでに何とか完成させようと頑張ったようです。結構こう忙しい感じの道に見えてね、大阪とか名古屋の高速道路も確かに立派ですが、あの東京の高速道路がなんか一番忙しさではなんかパッと見の雰囲気で、私はあのこう強そうに見えるんですけれど、どうでしょうか。まあそれぞれの大都市で強そうな高速道路があるので、どれが一番優れているとかそういうことは申し上げません。東京のね、これいいですよね、夜景。初めてね、あの安西さんに東京の高速道路、東京首都高速か、それにね乗せてもらって景色を見た時も感動しましたけど、やっぱり今回も見ていて特に素晴らしい光景だと思うもんです。
日本一周の中でも私は指折りの景色の良さだと思いました。ちょうど反対側、これは多分向島とか行く方向だと思うんですけど、すごい渋滞になっててね、まあ難儀なもんだと思います。高速に乗ったの夕方だとよく渋滞になるわけですが、ずらりと並ぶ車のテールランプがまた大都会という雰囲気で、こちらは渋滞に巻き込まれていませんので気楽、良い観光気分です。さて東京駅すぐ近くの出入り口で降り、もうバスは日本橋のすぐ脇を抜け、もう本当に東京駅の目の前まで来ています。東京駅のすぐ近くに首都高の出入り口があるから大変便利なのです。この辺りはなんか漫画とかね、ドラマのシーンなんかでも使われる光景なんじゃないかな。東京駅日本橋口のすぐ近くのところにありますけど、これをまっすぐ行くと皇居とか、まあ、その辺りになります。もうすぐ近く、丸の内のビル群などもこの後で見たいところですが、今日はもう疲れたのでそろそろお家に帰ろうかなと思っております。東京駅日本橋口に到着、各方面へ出ていく JR バスが多数集まります。このバスもまたその中の一つというわけです。いや本当に久々に都に帰ってきました。懐かしい。あ、今回はですね、この東京駅までとさせていただきまして、明日それから明後日は終日東京周辺を巡るということになります。まあ、諸事情によりまして、明日は参議院議員のね、参議院の議員会館までお邪魔するとかそういう予定もありますが、あくまで通常通りの観光です。次回の動画についてもしかしたらすでにご心配をおかけしているところもあるかもしれませんが、本当に普通に平穏無事に終わると思いますので、そんなに何か気にかける必要もございませんのでね、っていうのは立花さんのところにはちょっと明日伺いますので、まあ、それでね、いろいろとご心配を、すいません。ともかくこのようなわけで本当に数多くの高速路線バスがやってくる東京駅日本橋口で本日は終わりです。また明日お楽しみに。明日も東京から始めますが、日本橋口からではないかもしれません。ご視聴ありがとうございました。